ある人は言った。すべての雨は天が世界に与える慈悲であると。雨は神の涙であり、人の世の悲しみに呼応して流れる。それがまだ降っているということは、神々はまだこの世界への希望を失っていないということだ。だから、この雨はどのくらい続いている？かつては私も君と同じように、いつかそれが止むことを願っていた。そして数年、数十年が経ち、ついにこの雨よりも先に希望が終わりを迎えてしまった。どうやら君の言う神は存在しないようだ。さて、私の方からも一つ昔話をさせてもらおう。凡人が運命の道を歩むというのは、小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら、可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。あの海面の影のように。血在霊、運命の後人の執念、それはイックスの影から生まれ、自らを当事者だと思い込み、無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい、無意味な生涯を送る。だがそんな虚しい幻影の群れも、かつては私の大事な仲間であり、巡回レンジャーの一員だった。あなたはあれを見守っているのか。見守る？いや、私はあいつらをあの世へ送っているんだ。あれは悲惨な戦争であり、宇宙を揺るがした大討伐だった。宇宙は絶滅大群チューラの死を目撃したが、その代償は、実際に経験した人間を除いて、それを覚えている者はいないだろう。純種の意志は、命が尽きても消えることはない。だから誰かがその魂を導いてやらなければならないのだ。彼らは皆生前は英雄だった。死後に虚無の傀儡になり下がるべきではない。そして私もあの戦場で多くを失い、二度と旅に出られなくなった。だからこそその役目に最もふさわしい人間になったのだ。だがあなたはこれらの血在霊が結局彼らではないことを知っている。君から見れば、この行いに意味はないか？しかし、意味はなくとも、
やらなければならないことはある。私も手伝おう。何のために？虚無の意味、それは私の求めていることでもある。そうだな、常人ならこの地に足を踏み入れることもないだろう。ありがとう、見知らぬ者よ。旅の途中でその答えが見つかることを祈っている。その前にもう一つ聞きたいことがある。確かに血財霊の行い、そしてその一生は私たちの視点で見れば意味がない。だがもしこれが死者たちの望んだ結果だとしたら、私たちはそれを変えるべきなんだろうか。いい質問だ。そしてそれに答えるのは難しい。少なくとも私はその答えを知らない。ただ分かっているのは、いつかは私もこの世を去るということだ。その時には私の墓前にも花を手向けてくれる人がいることを心から願う。ああ、本当に暖かい。普段この視界の傍らでは生き物すら見かけないというのに、君は幸運だな。雨宿りの場所を見つけられただけでなく、新鮮な果実まで手に入れられたのだから、こんなことはめったにないぞ。ただ命の気配をたどってきただけだ。こういう場所ではそうした気配がはっきりとわかる。少し残念なのは味が淡白なことだな。本当か？むしろこの果実はかなり果汁が多い方だと思うが、唯一の難点は口に入れて噛んだ時、とんでもない辛みを感じることだ。まさか味覚がないのか？いや、いくつかの味はまだ感じられる。例えばほのかな甘さとか。ここに来る前はエオルケロンという場所にいたんだが、そこにも人気のない崖があって、夜は焚き火で辺りを照らしていた。空からは赤紫色の雪が降っていて、ふと思いつきでそれを口に含むとラズベリーの味がしたんだ。その味は甘美とは言えないが、忘れがたいものだった。改めて振り返ってみると、私の辿ってきた道をつないでいるのは、印象に強く残る物事の顛末ではなく、そうした忘れられない瞬間の数々だな。気にするな。次第に自我を失っていくのは自滅者なら向き合わなければならない現実だ。少なくとも私はまだ完全に感覚や記憶を失ったわけじゃない。それでは君の旅に新たな注釈が加わったことを祝福しよう。ところで、君は一人なのか？いや、エオルケロンにいた頃は仲間がいた。彼女は小柄な七死人で、自分をイックスに飛ばそうとしていて、いつも
アキビリよりも奥深く、さらに遠くまで行くと言っていたな。体は小さいのに野心は大きいのか。それで結果は？彼女は死の水になった。それは残念だったな。残念？そうは思わないが、彼女は最後まで笑っていたし、一度だって自分の選択を悔いたことはなかった。きっと笑って別れを告げてほしかったはずだ。私はそうしたぞ。それが彼女のことを残念に思っている証拠だ。あるいは恐れているのかもしれないな。恐れている？君からそんな感情は感じ取れないが、何を恐れているというのだ？彼女と共に過ごした30日間を忘れることをだ。これまでに生きてきた全ての31日のように、その多くは雨に流され、見えない彼岸に消えていった。その鮮やかな赤い記憶が消えてしまうことを私は恐れている。この目に映る色はもう多くない。淡く暖かい赤を除いてほとんど何も残っていないんだ。驚きだな。血と破壊と混乱を多く見てきたはずのレンジャーが赤からぬくもりを見出せるとは。それは私も昔はそうしたぬくもりをたくさん持っていたからだろうな。ある人と約束したんだ。それをもっと多くの人に与え、余生すべてを人々にとってより良い結末を追い求めるために使うと。その赤が残っている限り、私は約束を果たせる。それは燃える火であり、咲き誇る花であり、この洞窟の中になった果実であり、命そのものだ。あっという間に消えてしまうが、人の目を奪う。最後にそれは私を率いて存在の地平線を乗り越え、彼岸の彼方で虚無を断ち切る。眠る無双者から祝福を受けながら、そのアイオーンを殺す方法を考えているのか。それはまさに完全なる虚無だな。だが君の言う通りだ。この長雨が続く死の水のほとりに居続けると、鮮やかな赤い火を見ている時だけ自分が生きていることを実感する。雨はいつになったら止むんだ？そうだな、亡者の怨念がすべて沈まれば空も晴れるかもしれないな。この雨はどれくらい続いている？私の記憶が正しければ、おそらく数年、数十年、あるいは数百年といったところか。純守の意志は命が尽きても消えることはないが、幸いついに亡者の魂を導くことができた。これでもう生前英雄だった彼らが虚無の傀儡になることはないだろう。見ろ、海面の影は全て消えた。覚えているか、
亡者の無念が全て晴れれば空も晴れると言ったことだが雨はまだ止んでいない。そうだ。一体なぜなんだ。この雨はなぜ私を選んだ。それはまだ無念を晴らしていない人がいるからだろう。凡人が運命の道を歩むというのは小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。決罪霊、運命の荒人の執念、それはいくつの影から生まれ、自らを当事者だと思い込む。無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい無意味な生涯を送る。そんな虚しい幻影の一つが、私と一緒に長い日々を過ごしてきた。そうだったのか。私はもう死んでいるのか。そうだ。君は私を見守ってくれているのか。そうかもしれないな。私の役目は黄泉の守り人だから。虚無の深淵への道を守り、その中に落ちたがらない全ての命をこちらの世界に戻れるよう導く。だがそれが死者たちの望む結果だとしたら、それでも君は変えたいと思うのか。わからない。ただかつてある人がこう言っていた。いつか自分がこの世を去る時が来たら、誰かが墓前に花を手向けてくれることを願うと。たとえそれに意味がなくてもか。たとえ意味がなくてもやらなければならないことはある。似たようなことは私も多く経験してきた。手を出せ、そして目を閉じるがいい。私があなたの願いと共に歩み続け、それを叶えよう。この視界にある最後の無念を晴らすにはそうするしかない。私はまた彼らに会えるのか。なぜならそれを教えてくれたのはあなた自身だからだ。あの列車のこと、かつて二人の仲間がいたこと、宙返りで終わった開拓のこと、視線をくぐり抜けたこと、巡回レンジャーと出会ったこと、そしてもう二度と戻れない故郷ピノコニーのこと。何度もファミリーに門前払いを食らい、通り過ぎることしかできなかった。だが私の仲間がまだそこにいることは分かっている。たった一人で
ミハイル、まだそこにいるのだろうか。この手を取り、ついてきてくれ。そろそろここを離れよう。あなたは長い、とても長い道を行くことになる。辺りには暗闇が広がっているが、恐れることはない。その道の果てには必ず一抹の赤が見えるから。それは存在の色だ。それを追いかければおのずと進むべき道がわかる。そして最後には、あなたたちはきっと太陽の下で再会することができるだろう。ありがとう。死が、あなたの長い夢を終わらせることを。そして、目覚めの世界へと導くことを願う。虚無の中に見ながら、人々が虚無から離れていくのを見守れば、なんと馬鹿げた無意味な使命なのか。だが、必ず誰かが果たさなければならないことだ。あなたの言う意味については、そんなものがなくても、私は今日までやってきた。君が切り開いた未来が、自分のものではなかったとしても。私の未来ではなかったとしても、きっと他の誰かの未来にはなるだろう。君の過去はどんなに辛いものだったんだろうな。だが、私も意味のないことをしてみるとするか。最後に、君の名前を教えてくれ。もしかしたら、次の瞬間には私の存在が消え、この会話も君の答えも忘れられるかもしれない。だが、私は信じている。君の名前は誰かに記憶されるべきだと。この宇宙はきっと君の名前を忘れないだろう。思い出すのが難しいこともあるが、一方で忘れられないこともある。それが記憶というものだ。過去によって作られ、遠い未来に意味を持つ。今でも覚えている。それは私の旅の始まりであり、人生における赤の根源である。全ての嵐の中で最も激しく情熱的なものだった。それが私の名前、ライデン・ボーセンモリ・メイ。